それにしてもお師匠様、ようこそようこそご無事で。この喜ばしい出来事、私の日記にぜひ書き留めておかなくっちゃ。お師匠様はやめんか。今の我が輩は邪神の降臨を信じるただの邪教徒に過ぎ。と言われますと、もしやついに大邪神の鎧を解放する術を見つけられたのですか。おいじいさん、さっきからなんだい、その鎧がどうのこうのってな。我々黒き羽の者たちの言い伝えによると、遥かなる神話の時代、この世界全体は愛や偽善や自由を信じる大悪神ゴッドによって支配されていた。しかしある時、我らが救世主であらせられる偉大なる大天使メフィスト様が、父なる大神サタン様の旗のもと聖戦を始められ、白き悪魔たちと666日間の長きにわたる戦争を行ったと伝えられている。俗に言う神々たちの戦い、創世紀戦争って呼ばれてるやつだな。そしてその戦争で敗れ去った白き悪魔たちは、朽ち果てた鎧を残して死んでいったのだ。だが死んだはずの白き悪魔の力はその後も鎧に宿り続け、それを手にした者たちに強大なる力を与え続けておると言われておる。それが噂に聞く邪道騎士の悪魔の鎧の正体ってわけか。ねえねえお兄ちゃん、振りがなんだかよくわかんないよ。ところがかつてそんな白き羽の悪魔たちよりもはるかに強大な力を誇る七人の大邪神たちがいた。すなわち大地の大邪神ミカエル、生命の大邪神ガブリエル、太陽の大邪神ラファエル、炎の大邪神ウリエル、水の大邪神サリエル、大気の大邪神ラグエル、そして中でも最も恐れられていた地獄の大邪神メタトロン。その大邪神メタトロンが創世紀戦争で着ていたという伝説の大邪神の鎧が、このわしがかつて統治しておった太陽の神殿に封印されておったのじゃ。大邪神の鎧を発見したわしは狂気にむせ返った。地獄の大邪神と謳われたメタトロンの鎧じゃ。その強大なる魔力は邪道騎士たちの低俗なる悪魔の鎧など及ぶべくもない。わしが牢に入れられたのも、元はといえば御禁制だったその大邪神の鎧の研究を始めたせいだったのじゃ。要するにじいさんはその鎧とやらの魅力に惹かれて自分を見失っちまったわけだ。この世の基本は弱肉強食。たとえ血塗られた大邪神の鎧であったとしても、強い力を持つ者は使わんと絶対に損だとは思わんか。その後もわしはこのルピルピと研究を続け、なんとか封印を解き、その大邪神の鎧を着用しようと試みたが、どうしても着ることができずに、あと一歩というところで失敗して奴らに捕まってしまったのじゃ。なんで失敗したんだろう。それは実際に実物の大邪神の鎧を見ればわかるじゃろうて。それが大邪神の鎧はすでにユダに奪われたというのか。あやつ一体何のつもりで。なんだかよくわかんねえが、
俺たちが自由になるにはどの道避けては通れねえんだろう。ともかく大邪神の鎧じゃ。それさえ手中に収めれば強大な力がよみがえる。え、彼のご主人様を助けるのはどうするの？おお、そうじゃったな。それも忘れてはいかん。ふん、何やらやけにうさんくさい話だ。私の名はルピルピ。私の趣味は日記をつけることなんです。今の言い方ちょこっとカチンときたから、あなたのことも日記に書いちゃいますね。それにしても、俺はこんな小娘相手に遅れを取っていたのか。